はい、本日はですね、僕が持ってる中で、おすすめのフリーストップ3を紹介していきたいなというふうに思います。でですね、まあフリースって多分人によってはもう全く着いひんという人もいてれば、まあまあまあ結構着るでという方もいらっしゃると思うんですけど、やっぱフリースを着ない方って、僕もまあ前までそうやって 2,3 年ぐらい前まで、もうちょっと前かな、まで全然着なかったんですけど、一着買い出したら、あ、これ結構いけるやんと思うんですけど、買わない方ってこうなかなかこのモコモコしてる感じがちょっと自分にどうなんかなとか、ちょっと可愛らしくなりすぎるんかなみたいな感じで、なかなか一歩踏み出されへんし、それこそなんかこう例えばダウンジャケットとかやったら、まあまあ皆さん着ると思うんですけど、なんかフリースって何がいいんか違いもようわからんし、まあとりあえずユニクロでも売ってるし、なんかようわからんからやめとこうみたいな感じになると思うんですけど、まあとりあえずまあ僕が持ってる中でのトップ3っていうのを紹介して、まあ今後あの試してみたいなとか、こっから初めてフリース買っていこうかなとかっていう方が、まあ参考になったらいいかなと思いますし、まあそれこそフリースの重鎮みたいな方がもし見てくれてるんやったら、はいはいはい、なるほどね、そのランクやったらまあまあ俺も納得したるわっていう目線で見ていただいても構わないですし、まあ好きに見ていただいたらいいと思うんですけど、僕はこの中で 1,2,3,4,5,6,7 点あるんですけど、7点の中で、トップ3を見つけたんですね。で一応トップ3は決めたんですけど、これちょっとランキングつけのちょっと難しくて、まあ一応それを紹介はしていくんですけど、まあなんかね、あの全部が1位みたいな感じっていうか、まあ取り難い感じなんですよ。だから言うたら、あの分かりやすく言うとポケモンでいうところの、あの赤青緑ってあるじゃないですか。であれって最初買う時に悩むと思うんですよね。あ、どれにしようかな、どのソフトにしようか、赤もまあ定番っぽいじゃ定番っぽいけど、青とかっていうところもちょっとシビい感じで攻めてみたいなとか、緑ってあんまみんなと被らへんから、それはそれでオリジナル性あるやんみたいな感じでこう迷うと思うんですよね。まあそんな感じで、この今回紹介するのは、まあそんな感じのポケモンみたいな感じになってるので、まあどれを選んでもらってもまあ間違いないんちゃうかなっていうところが僕のこの3つあるので、まあそれを紹介していくっていうのがですね、まあ今日の流れという感じになってますので、一つずつ紹介していって、まあ特にどういった感じで僕は着てるとか、こういった感じで満足してるみたいな感じのところを、まあコンコンと一つずつ話していっておしまいという感じになりますので、まあそれぞれのこう詳しい話とかっていうのはですね、着用動画とかも含めてっていうのはもう以前レビューで作ってるので、まあそれを見てもらったらいいかなと思うんで、まあそれは今回はですね、僕が使用してみてどうやったかっていうところになってるので、今の気分と今の感情のみで決めてますので、まあ1ヶ月がまた変わってるかもしれんし、なんやったらまた買う可能性もあるんですよね。新しく入ってくると大きくランキングが変わってくる可能性はあるんですが、2020年秋の現在の、トップ3を紹介していきたいなと思いますので、まあ、早速いきたいなと思います。ではまず一つ目がこちらのノースフェイスのマウンテンバーサマイクロというフリースになってます。まあ、これはですね、これパッて見てもらったら分かる通り、あんまりモコモコしてないんですよね。で生地感的にも結構薄めなってるので、あんまフリース今までちょっと冒険したことないとか、フリースのこのモコモコ感嫌いやねんなっていう方なんかは、まず一番最初にこの手に取りやすい感じになってて、そんなにモコモコしなくて生地も薄いから、あ、結構インナーでも着込めるし、でこの上からダウン着ちゃえばいいしみたいな感じで、結構着やすいのは着やすいんですよね。で僕個人的にこれいいなとかって思うのが、まあ、これ見ていただいてる方でもしかしたら彼女がいてはったりとか、これから狙ってる女の子がいてたりとかしたらですね、これ結構女性とかでも着れたりするので、まあ、デートの最中であったりとか、ちょっとカフェ行った時寒いって言ったりしたらですね、これさってかけてあげて、そこでポイントを稼いでいくということもできたりするので、まあ、ある種ポイント稼ぎのフリースと言っても過言ではないぐらい結構使いやすさがある、まあ、もちろん自分で使うだけでも全然使えたりはするので、まあ、僕のですねポケモンの位置づけで言うならば、何ですか、まあ3色赤青緑があるならちょっとまあ緑みたいな感じになってて、ちょっと人とは違うんですけども、あって困るもんじゃないかなというところになってるので、このマウンテンバーサマイクロは特にノースフェイスのフリースっていうなら、僕これ個人的に結構好きなんで、後のやつって結構分厚かったりするんですよね。で分厚いフリースって慣れてはる方とかやったら全然着りこなしたりとかできると思うんですけど、まあ、一番最初多分買うとかってなったりしたら、あんまモコモコしたやつって多分自分のこう着用した時のこう顔とあんま合わへん感じあると思うんですよ。だから最初はこういうなんていうんですか、ジャージの延長線上みたいな感じのところの、フリースで行くっていうのがいいんちゃうかなと思います。まあデートでも使えますしね、はい、というところが、まず一つ目の、フリースかなというところになってて、次二つ目のフリースっていうのがこちらのですね、レトロ X、 パタゴニアのレトロ X になってます。で、まあ、これはですね、まあ、ポケモンでいうとこの青なんですよね。でもこれ何がいいかというと、フリースってやっぱり重ね着するのが前提になってて、で重ね着するのはいいんですけど、まあもしかしたらですね、こうなかなかフリースを着たことない方やったら、その上何着たらいいんとか、まあ基本的には防風のジャケットっていうのがいいんですね。風とか雨をしのいでくれて、中のフリースで保温するっていうのが、一応着方としては正解というか、まあ正しい着方になってくるかなと思うんですけど、
まあ、そういうのがこうなかなか防風シェルとか用意したりするのって邪魔くさいなとかって思ったりする方なんかにはこういった、防風がもう中に入ってあるんですよ。だからこのモコモコで あったかそうやなと思うし、なんやったらこの中のな、フリースのモコモコした中には風をあの止めてくれる役割があったりするので、これってあんまフリースではないんですよね。なかなかこう、まあ、レトロ X もそうやし、あとですねこのユニクロの防風フリースも全く同じことが言えるんですけど、フリースやのにしっかり風を防いでくれるっていうのって結構 ありがたかったりすると思うので、まあ、この辺なんかはちょっとフリースの概念がちょっと変わるというか、フリースといえばこう風が通ってちょっと涼しいというか寒い感じやけど保温はできるっていう感じだと思うんですけど、もうこれに関してはもう完全に防風でもう風も止めてくれたりとかするし、さっきのユニクロの方でも別にまあどっちでもいいっちゃどっちでもいいんですけど、まあ これでこっちの方やったら撥水の加工とかがついたりするので、多少の小雨とかやったらまあこういうの全然いけますし、特にこういう防風で着る機会っていうのは多分外やと思うんですよね。で外であの着るっていうことはもしかしたら雨が降るかもしれんし、まあ大雨やったらもともと着ていかんけども、ちょっとした小雨が降る可能性があるってなった時に、まあ、ちょっと撥水の加工ついてるのなんかは、まあ、ちょっとありがたいっちゃありがたいんかなというふうに思いますので、まあ、例えばライトアップしてるような紅葉を見に行きますと、ほんならまあ夜やから寒いのは分かってると、でも小雨もしかしたら降るかもしれんって言った時にこっちのレトレックスの方がまあ小雨対応にもなってきたりとかするので、結構あらゆるシーン、もちろん日中も着れるし、で夜も着れるし、で小雨の時も着れるしみたいな感じになってきたら、まあ、これは結構使い勝手がいいんかなというところで、秋のアウターとしてはこれと例えばレザーとか、これとあとマウンテンジャケットとかってあったりしたら、まあ、秋の、コーディネートとしては、皆さんそんなにね私服を着る時って月曜日から土曜日日曜日までずっと私服ですねっていう人多分少ないと思うんですよね。僕ぐらいと思うんですよ。こんなずっと私服ばっかり着てスーツなんかいっちょも縁のないやつってなかなか少ないと思うので、まあ、その週末着るぐらいやったらフリースと、あとはまあこう防あの雨が完全に防げるようなマウンテンパーカーとか、まあ、着ちゃえばもう土日どっちかそれでいけちゃうんかなと思うので、まあ、これは結構いいんかなというところでおすすめかなと思います。まあ、やっぱりねこれはもう定番であのレトロ X はあるので、まあ、そういうところでいいんかなと思うんですが、次は3つ目ですね。3つ目紹介していきたいなと思うんですが、3つ目のアイテムっていうのがこちらのエクワックスのフリースになってます。これはですねもうポケモンでいうとこの赤なんですよね。まあ、僕個人的に一番好きなのは赤なんですけど、一番なんていうんですかね、どれフリース買ったらいいって言われたらもう絶対これって言えるぐらい、まあ僕個人的には使ってていいし、まあ納得できるような感じで、なおかつ値段も安いんですよ。で値段が安いって言っても、まあ、一応このフリース時代は確か1万円前後とかぐらいなんかな、まあ場所によってちょっと違ったりするんですけど、まあ、1万5000円とかもあれば、1万円切るぐらいで買えたりもしたりするんですけど、1万切るので買うのは難しいかな、まあ、1万円前後で買えたりはするので、そんな安くないように感じるかもしれないんですけど、まあ、他のフリースとかもね全然いいのはいいんですけど、もうこれに関しては言ったらね米軍でも使われてるようなフリースになってるんですよ。で米軍で使われてるフリースって聞くと男のメンズが好きな方はコテコテで好きかもしれんけど、あんま服好きじゃない人とかフリースをあんま着たことないから方からしたら、いやいや俺銃とか構えへんしそんな入隊するつもりもないしって感じだと思うんですけど、これはねその軍隊とかで使われるぐらいちゃんと丈夫に使われてたり、あとは保温性が高かったりっていう、こうパッと見たらちょっとなんか古着っぽい感じのイメージやけど、これ新品なんですけどね、古着っぽい感じのイメージやけどもちゃんと機能とかも備わってて、この僕が持ってるフリースの中では一番生地感っていうか、この生地としては一番いいものなんですよね。この生地がいいものって何って言ったらポーラテックっていう生地を使ってるんですけど、それが例えば他のパタゴニアとかノースフェイスっていうところがこの生地を同じように使いますっていうと、値段がやっぱり3万とか、まあ、2万以上してきたりとかっていうところで、そう考えるとやっぱりこう米軍が使ってて信頼もあるのに、まあ、メーカーがないっていうのもそうやと思うんですけど、そういうところで結構この使いやすいというか、僕結構修復でよく使ったりとかしてるので、まあ、この下には普通にまあ黒のスラックス履いたりもできるし、まあ、デニムでも全然いけるし、チノバンでもいけるので結構ねこれはいいんですよね。で一応第2世代第3世代ってちょっと世代が違うものがあって、この上にも第2世代かなどっちか忘れたけど黒のやつがあるんですけど、こっちのね黒の方はねちょっとバージョンアップしてるんかな、1個前なんかな忘れたんですけど、こうベンチレーションとかがあったりとかしてより機能がついてるのはありがたいんですけど、これね正直フリースにここまで求めてへんし、このベンチレーションのジップが T シャツが着たら脇に当たるんですよ。でちょっと不快なんで、僕個人的にあんま好きじゃなくて、まあ好きは好きなんですけど、よりこっちの方が好きなんで、
これはね結構いいんちゃうかなと思います。でポーラテックのフリース何がいいかって軽いんですよ。普通のフリース、要は例えばここに置いてあるようなこういったフリースとか、これも有名メーカーのやつなんですけどね、とかこれも有名メーカーのやつなんですけどね、フリースとかもあるんですけど、こういうのってこうポーラテックに比べるとちょっとなんていうんですかね、質感というかやっぱこっちの方が本場なので、ポーラテックの社員さんに電話して聞いたところによると、何が決定的に違いますかって言ったら、同じ温かさやけどこっちの方が軽くできるっていうのがもうポーラテックの何よりの強みですと。まあ巷では例えば毛が抜けにくいとか保温力が高いとかって言われてるけども、本来のうちの強みとしては同じ温かさやったらこっちの方が軽くできますよということになってるので、よりこうその上から着てったりとかしても何て言うんですかね、重くならないっていうところがまあ良かったりするんですけど、ちょっと今オレンジにねこれやからちょっと変な色合いにはなってるかもしれないんですけど、まあ、こんな感じになってて結構着やすいんですよね。でそれでいてもちろん軽いって感じで、僕はこれ私服ではもちろん着ますけど、普通にこうなんか部屋着としても結構着てたりとかしてるので、これはね結構ガンガン洗えるし軽いしあったかいしみたいな感じで、まあ、冬場になったらもう毎年着てるみたいな感じになってるので、まあ、フリース今までやったことないけども、まあ、どれぐらいあったかいんかなみたいな感じで思ってはる方なんかには結構これはおすすめかなと思います。ちょっとモコモコしたのが苦手っていう方は最初言ったマウンテンバーサマイクロとかでデートプラン系で行ったらいいと思うんですけど、ただねこれはもしかしたらあんま女子受けせえへんかもしれんっていうところだけちょっとお許しいただきたいなと思うんですけども、残念ながらこの僕のチャンネルは女子ほぼ見てないので、まあ、男子しか見てへんからそういうあれはいらないんですけど、女子受けはちょっとせえへんかもしれないんですけど、まあ、その辺はお許しくださいということになってますね。まあ、これねもう3年以上着てるんですけど全く毛玉ないんですよね。で着るたびに洗ってるのに全く毛玉ない、これちょっと後でアップ出しましょうか、見てもらったらいいんですけど、もう毛並みがめちゃくちゃ綺麗なんですよ。だからまあこれは結構いいんちゃうかなと。他のフリースはねやっぱり長く着てるとちょっと若干毛玉が出てきて、全然着れるんですけど毛玉であるんですが、これに関しては昔一番古いぐらいな感じなのに全く毛玉ないっていうところになってるので、ぜひぜひこれはおすすめなんじゃないかなという、今の気分でフリースのトップ3を選ばさせてもらったということになってます。まあ、今後ね多分新しく買っていったりとかより着ていったりすると、まあ、ポケモン金銀じゃないですけどこうよりもっといいものが出てきたりとか最新バージョンにアップデートされたりとかすると思うので、まあ、またその例はその時に動画作っていこうかなというふうには思いますので、本日はですね僕が持ってるフリースの中でおすすめのトップ3を紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。